たということでですね、今回僕たちはなんとアクアシティお台場に遊びに来ております。イエーイ、僕ピンのお二人、何どうしたの？あ、すごい、いや、レイナさんそんな感じだったっけなと思って。そうだよ、レイナさんそんな感じだったっけ。え、そうだよ、びっくりしちゃった。え、あそこにびっくりしちゃったんだ。あ、そうなんだ、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って、みんな本体触れていい？はい、あ、はいはいはい、あ、ありがとう、ありがとう。ということで、僕たちオクアシティお台場に来てるんですけど、アド、くないですか？アド？なんですか、急に。急に、急に現れたと思ったら、波動打ちたくないですかって。レイノスちゃんと怪しい、初めてだよ、喋るの。ごめん、ちょっと、ごめん、申し訳ないんだけど、ちょっと怪しい感じはあるんだけど、ちょっとね、二人、わざわざ滋賀から来ていただいて、はい、ちょっと今日はね、なんと波動打つ体験をしていただこうと思います。波動打つ大会、すごいすごい、体験、体験、体験、そんな安易に、ね、そうだよ、体験ができるの、体験か、波動打てるの、ね、波動打てちゃうんだよ。打つすごいすごい、急にやられて波動打てる、振り込みされてるよ。大丈夫なのか、今日僕波動の人、波動の人ということで、今回お呼びいただきました、ここハドアリーナお台場でできるハドという競技を今日はやっていきたいと思います。ハドアリーナ、ハドアリーナ、ここがね、ハドアリーナ。じゃあちょっともう僕が説明するよりも2人に来てもらってもやってもらった方が早いから、じゃあ行きますか。じゃあ行くよ。オッケー、はい、行くよ。とりあえずついてこう、とりあえずついてこう。じゃあポンポコちゃん、まずは第一戦目やるぞ。オッケー、よし、勝つぞー。これ、あ、始まった、すごい、始まった、始まった、いや、もう本気じゃん、全然練習感ないじゃん、すげー、始まる、始まってる、これファイト、うわ、怖い、スタート、えいえいえい、怖い怖い怖い、あ、あ、早くもポンポさん、あ、シールド出した、すごい、あ、レイノスちゃん、だいぶ縦横無尽にフィールド使ってますね。あ、やばい、すげー、これ、顔が負けない、全然シールド玉なんか、さん腰が引けてんもんな、全然シールド玉なんか、ちょっと待って、出た、1点目、1回目の KO、 1点目、すげえ、朝早いからね、今日は、あ、よっしゃー、見たか、これやってますよ、これがモコピニストの力、ピニスト、シールド玉の理由を誰か教えてくれ、どうやったらシールド、あーあーあー、 KO 2回目、今、レイノスちゃんが2回目の KO を取りましたね。はい、あ、よっしゃ、いい勝負、結構ゴムゴムなんじゃない、結構ゴムゴムなんじゃない、いい勝負、インファイトになってきた、しんどい、しんどすぎて、お父さん、もう波動を打てずに、なんか手をブラブラさせて、あー、タイムアップ、え、あ、最後にラッキーパンチ当たった、ちょっと待って、今の引き分けじゃない、え、なんかモコピ、モコピ使って何年ですか、モノイが、え、いやいやいや、今の引き分けです、絶対今僕剣を入れたし、何も聞こえなかった、3対2でポンポコさんの勝利だ、やったー、クッション、これがモコピニストの本気です、いや、これ今練習だから、これ今練習だから、じゃあ次は僕 VS ピーナツくん、よっしゃー、いいぞ、あいつ疲れてるからヴィーナスくん倒せるぞ、はい、やばい、あらさ、やばいんだけど、ちょっと、はい、じゃ次やってみよう、次はヴィーナスくんを倒したいと思います、よっしゃー、やるなー、とどめを刺せ、いやー、とどめ刺してやんぜ、刺されないぜ、絶対倒すぜ、でかいな、でかい、今日はデカめでやらせていただきますよ、じゃあちょっとデカめでやってもらって、あ、バーサス、さあ、ピナーズ、すごい、ほんとに、レイドース、やったー、波動、波動、波動ファイト、いけ、波動ファイト、いいぞいいぞ、波動ファイト、あ、あ、いけ、シュート食べられた、おいおい、ちょっと僕、でかいからエイム、あまりに当たり判定でかいって、いや、そんなことないって、それはない、練習してるけど、それはないから、逃げ腰すぎるピーナッツくんの割れ目が、お尻の割れ目が見えている、 T シャツの隙間から、 T シャツの隙間から、やったー、おい、すごい、マジかよ、下手くそすぎる、頑張れ、僕、勝つじゃん、怖がりすぎる、よし、うまい、頑張れ、シールド、これ、いける、いける、倒せる、倒せる、どこ
になっている。やったー、これが僕のレッドだ。あと3、なんかそういう虫みたい、生き物みたいになってるみたい。でかい虫だよ。あっどっちもあるだろ、どっちもあるの。あーナイス、レイノスちゃんすごい、圧勝じゃん。ナイスと疲れたよこれ。ティーナスくん大丈夫さ。ティーナスくんどうだった。いや想像以上に迫力ありますね。怖かった。あ怖いんだ、うん、でも面白いよね。面白い。じゃあ次はなんとポコピーのお二人 VS 僕をやっちゃうんですか。2対1？ え、ちょっと待って、これ本当にきついよ、争いはちょっと大丈夫かな。ちょっとレイノスちゃんがかわいそすぎるけど。いや、ちょっとこれはね、ここで真のモコピニスト決着つけようじゃないか。いや、もうもらっちゃうよ、もらっちゃうよ、本当に。いや、もうこれは、だって今ちょっと勝ったことで弾みついてるんで、ちょっとこのままいっちゃいたいと思います。このチーム戦もできるんだね、すごいね。じゃあちょっと2対1やってみましょう。はい、お願いします。真のモコピニストを決めるべく、モコピーの二人 VS レイノスちゃん、やっていきましょう。上がってこいや、遠慮なく行かしてもらうぞ。ボコボコにしてやんぜ。絶対負けないからな。二人だろうが絶対負けねえ。いや圧勝だろ。波動波動、前に遠慮なく行くから。ためろためろ、はい、はい、任せろ。全然ここは任せた。怖いや怖いや、任せて。 OK、当たらない、全然当たらない。ドッジボールうまい、あいつ。ナイス、負けよう。また会おう、どこかで。絶対こっから負けないぞ。丁寧に丁寧に、よっしゃー。うまいぞ、ピーナツくん、うまい。絶対負けないぞ。二人は手に負えねえだろ。あいつ諦めない、心の声。あ、やばい、うわ、よし、諦めろ。いいよ、当たった。ピーナツくん、あっしー、絶対負けねえ。気持ちが強い、丁寧にやってやる。メンタルが強いぞ、レイノス。いいぞ、メンタル。よっしゃー、タイプです。スナイパーでも、あ、なるほどね。まあ、手加減ってやつかな。かわいそうだからさ、手加減してあげてたんだよな、勝っちゃったけど。そうそう。え、だってちなみに僕2点取ったけど、全部それポンポコちゃんだったからね。めっちゃ KO 取ったよ、僕。さっき。あ、KO 取ってた？ 3、4回取ったよ。マジで？めちゃくちゃ覚えてるじゃん、自分の記録。うん。というわけで、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。お二人どうでした。いや、ちょっと右腕がなんか右腕なんかもう力入んないみたいな、なんか肩の方から感覚なくなってますわ。相当やってんな。相当やっちゃった。めっちゃスポーツでしたね、想像以上に。スポーツでしたね。ね、すごいんだよ。すごいわ。いや、本気すぎたね。いや、本気だったよね。本気ですよ。ガチだった。ガチ。ちなみにレイノスちゃんはちょっとここはもうあれ、レイノス足パターン、足来てるよね。はい、ということで今後ね、はい、こういう風に僕たち VTuber が、はい、波動プレイできるようになるみたいなので、すごい、ぜひ波動のホームページや、X ぜひチェックしてみてください。わー、すごいよ、これはマジで感動するよね。 VTuber がこんな広いステージというか、なんかこう、ね、駆け回るの珍しいからね。いや、本当だよね。なんか AR で見るのも感動するしさ。いや、そうですね。すごい、なんかこうプレイしてる感というか、僕たちいる感みたいなのが、うん、
すごいやって感じしました。なんかファンクラブの最大得点で押し切って戦えるとかめっちゃもろいけどねこれすごいよね。対戦 VTuber と波動一番感動するよ。波動打ち合えるやりたいやりたい、すごいな抽選でね、はい、ぜひ波動の上さんぜひ検討してあげてくださいビジネスマン抽選でお願いします。はい、ということで、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひポコピーのお二人のチャンネルと、あと僕のチャンネルでも、はい、この波動の、映像出る予定なので、ぜひ見てみてください、はい、ということで、皆さんさようなら。